ドルーリー・シュエーリ、中国高校新記録で全国キップゲット、1500メートルで中国総体 V。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。陸上中国高校総体第1日、2023年6月16日、岡山四季ライトスタジアム、女子1500メートル決勝が行われ、 岡山県高校総体2巻のドルーリー・シュエリーリ、シェーリ、津山高一年が4分16秒76で初優勝した。中国高校記録4分17秒64を更新し、この結果により全国高校総体への出場を決めた。予選1組を4位で通過。決勝では序盤は3番手あたりでレースを進める。ラスト1周の前で2位に浮上し、残り300メートルでスパートをかけ、 残り200メートルで先頭に、そのままリードを広げてトップでゴールした。津山港の選手で同種目を制するのは史上初めてで、これまでの自己ベスト、4分22秒60、も更新。2位は森安桃風、銀河学院高で4分20秒42だった。ドルーリーは今年1月15日の都道府県対抗女子駅伝で不関心記録を出し、17人抜きを演じて注目を集めた。高校に行って、 インターハイに出場して少しでも活躍することが目標と語り、この春、拡散中を卒業して津山港に入学した。800メートルと1500メートルで美馬坂地区予選、岡山県大会を勝ち上がり、中国高校総体に出場。今大会の上位6人が7月22日に開幕する全国高校総体、陸上は北海道に進出する。速報、ドルーリン・シュエリ選手。 陸上中国高校総体1500メートルで優勝中国高校記録を更新16日岡山市で開かれている陸上の中国高校総体インターハイ中国予選の女子1500メートル決勝で津山高校1年のドルーリーシュエリ選手が優勝初のインターハイ出場の切符をつかみました記録は4分16秒76で中国高校記録を更新しましたドルーリー選手は 入りの400メートルでいいペースに乗ることができ、レースの流れを作ることができました。体も軽く、調子も上がってきていました。応援も力になりましたとコメントしています。KSB 瀬戸内海放送。陸上、ドルーリーシュエリが全国切符獲得。体軽く調子上がっていた、女子1500メートル中国高校新部位。陸上女子のドルーリーシュエリ、シェリ、津山孝一年が16日。 中国高校総体、岡山シティライトスタジアムの女子1500メートル決勝で優勝し、全国への切符をつかんだ。自己記録を上回る4分16秒76をマークし、13年に足立智代、京譲り館が打ち立てた中国高校記録、4分17秒64を塗り替えた。序盤は2から3番手で控え、ラスト200メートルでスパート。前を走る選手を一気に引き離し、 2位に3秒66もの差をつけてフィニッシュした。ドルーリーは、入りの400メートルでいいペースに乗ることができ、レースの流れを作ることができました。体も軽く、調子も上がってきていました。応援もお力になりましたとコメントした。ブロック大会を制した15歳は、全国高校総体、8月2から6日、北海道札幌市厚別公園競技場に挑む。 ドルーリーは今年1月の都道府県対抗女子駅伝3区、3キロに出場し、区間新しの9分2秒をマーク、17人抜きで注目を集めていた。